クレビこそは、バークレー生まれの中国系アメリカ人で、香港の俳優、映画監督である、バークレー出身の歌人系アメリカ人である、ウーの両親は、上海からの移民であった。武術に興味を持ち学び始めたのは、ジェットリーの映画を見てからではあるが、子供の時から、ジャッキー・チェーンを崇拝していた。高校を卒業後オレゴン大学で学んだ。 1994年の在学中に優秀クラブを設立し初代コーチとして務めた。1997年に香港に渡り映画俳優及びモデルとして活動を開始した。関東語や中国語の読み書きに苦労はしたが映画に出演しながら徐々に克服していった。2004年に出演した映画香港国際警察ニューポリスストーリーで 同年の台湾金馬、進ススム女演男優賞を受賞。2005年の映画、四大天皇で、香港伝令金像、進ススムの新人監督賞を受賞した。2010年4月6日に、南アフリカにて、リザエスと結婚。2014年6月、母親の看病のため芸能活動を一時、休業すると発表した。は、日本公開作品、は、 日本未公開作品、ありがとうございます。